にゃんにゃん、どうも、こんにちは、しゅん TV しゅんのしゅんです。今回はですね、3回目となります、しゅん TV しゅんのね、チャンネル紹介動画の方をね、やります。チャンネル紹介動画です。ということでね、ちょっとね、いろいろね、何話そうかな、とかね、考えてきたので、まあ、そのことについて話していこうかなと思います。ちょっとね、いろいろ知ってもらいたいな、ってことで、ね、チャンネル、まあね、やっていきましょう、ということで。じゃんってことでね、4、8、10、12、14、10、15個のね、項目を作りました。なので、順番にね、左上から、まあちょっと喋っていこうかなと思います。ってことでね、まず、何やってると。何やってるのかなんですけど、まあ一応、しゅん TV、ではですね、まあ、ゲーム実況とか、実写とか、あと、たまに、曲をね、作ったりしてます。はい。で、一応チャンネルね、2個あります。メインチャンネル、サブチャンネルって書いてある。ん?じゃあ、メインとサブですね。あ、もう、同じこと言ってるわ。一応、サブの方はね、セカンド、サブって書いてます。はい、次行きましょう。テンポ早いよ、次です。なんで YouTube 始めたの?そうやね。まあ、自分 YouTube ね、始めた理由、なんか、まあ、言ったような気もするけど言ってなかったかなと思うので、まあ、ちょっとね、ここで改めて言うんですけど、まあ、なんで YouTube 始めたの?っていうかね、というかですね、自分ね、ものすごくね、滑舌悪いんですよ。ね、かきくけこのキーとね、なんか、たきつてとのキーがね、まあ、キーとキー、なんか、どっちがキーで、どっちがキーかね、わかんない。ちょっともう、今話してる段階でも、どっちかわからんかったのかなとか思うんですけど、ちょっとね、ちょっと、まあ、わかりにくいので、ちょっとね、まあ、しゃべっていったら、なんか、いつかは滑舌良くなるかなってことでね、始めました。で、あと、まあ、それが一番の大きな理由かなと思います。はい。次行きましょう。ネシュンって何?あ、ネシュンですね。ネシュンはですね、右下の方にね、2体のね、キャラクターがね、まあ、ポンポンってね、書いてると思うんですけど、そちらの左側ですね。左側がね、ネシュンって言います。ね。まあ、ネシュンです。はい。猫に、まあ、シュンで、ま、足して、ネシュン的な感じのね、名前を付けたわけなんですけど、まあ、それね、シュン TV シュンの、まあ、猫の、オリジナルキャラクターです。ネシュンで何そうですね。まあ、それです。はい。次。動画投稿時間はってことなので、まあ、動画投稿時間ですね。動画投稿の時間はですね、現在、ね、2020年、一応9月末現在で、朝6時投稿になっています。朝独立投稿です。で、まあ、10月からですね、ちょっと、曜日はね、決まってないんですけど、あと、まあ、週に1回ぐらい、ちょっと1日2本の動画投稿しようかなと思います。はい。次は、さね、で今度、右上に行きます。はい。生配信の配信開始時間はいつですかってことだよね。生配信の配信開始時間の方はですね、まあ、一応自分、ミラティブと、YouTube と、ツイキャスと、まあ、ミルダムやってるんですけど、一応、まあ、ちゃんとね、配信時間決まってるのはミラティブと YouTube 生配信になります。で、ミラティブ配信の方は、平日はいつも17時、まあ、夕方の5時からですね、やってます。で、土日、祝日に関しては朝配信になります、ミラティブ配信は。はい。で、YouTube 生配信はですね、一応、ミラティブ配信終わってから YouTube 生配信っていう感じになってますので、で、まあ、YouTube 生配信の方は、多分ね、まあ、曜日関係なしに、夕方ぐらいからね、始めます。はい。で、あと、ツイキャストね、ミルダムなんですけど、ツイキャストミルダムは不定期になります。で、ね、配信やるときは配信やりますって、Twitter の方でお知らせします。はい。はい。次。にゃーにゃーんって何?にゃーにゃーんってね。にゃーにゃーん、どうも、こんにちは、しゅん TV しゅんのしゅんですっていうね、最初のにゃーにゃーんですね。まあ、にゃーにゃーんって何って言われたらですね、まあ何って言われたら、まあちょっとね、困っちゃうんですけど、まあ、一応、動画の最初のね、
挨拶みたいなものです。ちょっとね、個性をつけたいなってことでね。にゃにゃーん、どうも、こんにちは、シュン TBC のシュンです。で、前はですね、どうも、こんにちは、シュン TBC のシュンですやったんですけど、まあ、にゃにゃんつけた方が、なんか、ちょびっとね、テンション、自分のテンション上がるかなってことで、にゃにゃんつけました。はい。次、どういうチャンネルにしたいってね、いうね、まあ、感じなんですけど、まあ、どういったチャンネルにしたいかっていうとですね、まあ、ネロ、見てくれる方がね、なんかのんびりまったりなんか時間をね過ごせるようなそんな感じのねチャンネルにしたいなと思います。まあ動画ですね、動画もそうですね、なんかまったりゆったり見れるような動画も撮りたいなと思います。でちょっとね、なんか画面一瞬暗くなったかと思うんですけど、ちょっともしかしたら切れてるかもしれませんね。うん、多分、なんかちょびっと切れたかなと思うんですけど、まぁ、ちょっとやっていきます。ってことで、次ですね。もうすぐ3周年企画はってことで、まあ、もうすぐでね、まぁ、シュン TV シュンね、チャンネル開設3周年なんですね。まぁ、自分の名前、まぁ、シュンなんですけどね。シュンの名前、チャンネルはね、シュン TV シュンっていう感じでね、まぁ、やってます。で、まぁ、もうすぐね、3周年ですね。11月のね、25日で3周年になります。で、まぁ、企画はってことなんですけど、まあそうですね。いろいろね、勢いを予定しています。ね。3時間の生配信やったり、あと、まあ、コラボも、なんかもしやってくれる方がいるんだったらしたいなっていうふうにね、思ってます。初コラボをね、したいなと思います。企画は、まあ現在考え中です。まあ、もうすぐね、まあ、もうちょびね、もう出すと思いますのでね、よろしくお願いします。よし、じゃあ今度ね、北川ですね。北川。次、これからやりたいこと、ね。これからやりたいことはですね、やっぱりなんかいろんなことを挑戦してみたいですね。なんかこのね、なんか YouTube っていう、なんか中でね、動画の中でね、まあいろいろ、まあ、できることあるかなと思うので、なんやろ、まあ自分は主にね、ゲーム実況をするので、なんやろね、やっぱりね、怖い系のゲームにも挑戦したいなと思いますね。ホラーゲームですね。うん、挑戦したいなと思います。で、声出し、次ですね。声出し1周年、思ったことはってことだよね。そうなんですよ。自分、声出し1周年なんですよ。ね。あれと思いませんか？もうすぐ3周年って言って、で、今度、声出し1周年って、なんだと思うんですけど、自分、最初にですね、声も出してなかったんですよ。うん、声なしのね、動画を、まあ、ずっと投稿してってですね、去年の9月末ぐらいからね、声出しで、動画撮るようになりまして、で、まあ、今はね、撮って段階ではね、今9月なのでね、まあ、ちょうどね、1年経ったところなんですけど、思ったことはですが、やっぱりですね、声出すことによってですね、動画作りやすくなったかなと思います。やっぱりね、字幕、まあ、自分そんな字幕つけないんですけど、まあ、声なしの時はですね、なんかね、まあ、声はない方が見やすいかもしれないけど、まあ、声があった方がいいよね、とか思ったりしてね、まあ、声出しでね、動画撮るようになったんですけどね、やっぱりね、動画ちょびっとね、作りやすくなりました。うん。はい、そんな感じです。次、3周年の時、コラボの予定は、さっき言いましたね、コラボの予定。コラボ一応自分からですね、まあ、比較的 OK なので、もしね、コラボ一緒にやりましょうっていうね、声があったら、ちょっと、時間とかね、調節してやりたいなと思います。もしね、コラボのね、とか、なんか、コラボしてください、ね。うん、コラボやりましょうっていうね、声、ありましたら、DM の方に送、Twitter のね、DM の方に送っていただけたらね、ちょっとね、時間とか調整して、まあ、やっていけたらいいなと思います。はい、次です。2ヶ月に1回のペースで変わっているオープニング、エンディング、今後も変えるっていうね、ことなんですけど、そうですね、大体2ヶ月にね、1回のペースでね、オープニングもエンディングも変わってるわけなんですけど、今後も変えるってことでね。まあ、うん。多分変えると思います。今後も変えます。ただ、なんかね、これからですね、なんか記念の時にね、変えようかなと思います。例えばね、500人とか1000人とかのね、タイミングで変えてもいいですし、
まあ、3周年のねタイミングで書いてもいいんですよ。うん、まあそのね、まあ、記念のタイミングの時にね、今度からは変えようかなと思います。はい、次行きましょう。実写動画の投稿ペースはってことでね、一応実写動画はですね、まあ、そんなに自分出ないんですけど、まあ、だいたい月1回ぐらいのね、まあ、月1回か2回のペースをね、目標にして頑張ろうかなと思います。ね、実写動画、どんな感じなのかなっていうのはね、まあ、撮ってみないとわかんないんですけど、ちょっと見やすいようにちょびっとね、編集して頑張ろうかなと思います。まあ、月に1、2回なので、まあ、週じゃないわ。まあ、だから2週間に1回ですね。2週間に1回ぐらいの投稿ペースです。次、オリジナル曲の投稿ペースはってことですね。そうなんですよね。自分、オリジナル曲もね、投稿してますので、その投稿ペースなんですけど、だいたい2ヶ月にね、1回ぐらいのペースで投稿していこうかなと思います。今、2曲ね、あるんですけどね。まあちょっと、まあ自分の声上げバージョンもそうなんですけど、もしね、自分の、大きな声をね、聞きたくないとかだったら、一応カラオケバージョンも用意してますので、ね、もしね、メロディーだけ聞きたいっていう人はね、カラオケバージョン聞いてください。よかったらよろしくお願いします。よし、じゃあ次ですね。今のところ何シリーズね、投稿しているってことでね、今のところですね、順番ってか言うとですね、ポケモンソード、モンスト、セブスと、ワールドフリッパー、フォートナイト、単発ミニシリーズ、実況シリーズ、熱盛シリーズ、フリーゲームシリーズ、ラジオトーク、あと、ポケキャワ、何だっけ、あとは、ナリマロッタシリーズ、っていうぐらいかな。あと、YouTuber ライブシリーズと、体験版の楽しもうシリーズ、ドラえもんパーク。まあ、12、3個ぐらいですね。連続投稿、12、3個、まあ、12、3個のシリーズをね、まあ、なんか、同時投稿的な感じでね、やってるんですけど、まあ、なんでね、こんな多くなっちゃった、かと言いますとですね、最終回作れない。ですよね、最終回をね、作れないのでね、なんか、まあ、溜まっていってしまったんですけど、まあ、ここからね、もう最終回の動画とかね、作っていこうかなと思いますとね、最後にです。最後にですね、この動画を見てね、もし、なんか、シュン TV シュンのね、チャンネル、まあ、知ってもらえたらね、嬉しいなと思います。ね。まあ、いつも、まあ、自分の声のトーンね、こんな感じなのでね、なんか、まあ、めったにおらないと思うけど、この声が好きとかやったらね、なんかこれからもね、なんか見ていてもらえたら嬉しいなと思います。ね、3周年というね、一つの節目かな。まあ、迎える春 TBC のチャンネルなんですけど、まあ、これからもね、よろしくお願いします。ってことで、今回のね、チャンネル紹介動画はこんな感じにしようかなと思います。ってことで、チャンネル紹介動画、最後まで見てくれてありがとうございました。ということでね、また、生配信や、ね、動画でお会いしましょうってことでありがとうございました。では、終わります。ありがとうございました。チャンネル紹介動画でした。にゃーにゃんから始まる動画へようこそ。にゃーにゃん挨拶して、にゃーにゃんって声出すよ。にゃーにゃん出前も。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。左側の動画は最新動画、右側の動画はおすすめ動画です。 Twitter もやってますのでよろしくお願いします。チャンネル登録は、画面左の丸のボタンをタップか&クリックでよろしくお願いします。ってことで、それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。